モンゴル帝国の第5代皇帝、クビライが即位した頃、モンゴル帝国の中央部及び西部は、チンギスの息子たちを祖とする王族が分割して領有していました。北西部には、チンギスの長男、ジョチを祖とし、ジョチの子のベルケを当主とするジョチウルス、南西部には、チンギスの四男、トルイの子のフレグを当主とするフレグ、ウルスがありました。中央アジアには、チンギスの次男、チャガタイの孫のアルグが、当主のチャガタイ、ウルスがあり、その東側に、チンギスの三男、オゴデイの家が、狭い領域を有していました。各王族をしっかりと自分の支配下に置きたい。クビライは、二代皇帝、オゴデイの時代以来、30年ぶりとなる、すべての王族が、一堂に会するクリルタイの開催を計画しました。フレグとジョチウルスのベルケは独立志向が強いので、クリルタイに出席したくなかったはずですが、とはいえ、欠席すれば、クビライと、はっきり敵対することになってしまうので、やむなく出席に同意します。このクリルタイが実現すれば、クビライのもとにしっかりと団結した政治体制が作られ、後の帝国の分裂も起こらなかったかもしれません。ところが、アルグ、ベルケ、フレグの3人が、1年のうちに相次いで亡くなってしまいます。そのため、統一クリルタイは開催されず、地球の歴史に例のない強力で広大な世界帝国が生まれる機会も失われました。1269年、チャガタイ家の新たな当主となった、バラクと、オゴデイ家の中心人物、カイドウ、ジョチ家の新首領、モンケテムルの代理人が集い、会盟を開きました。その目的は、領地の拡張のために、武力によって、互いに争うのをやめることで、焦点となったのは、未だ貴族が、はっきりとしていない、シル川とアム川に挟まれた、肥沃なオアシス地帯、マーワラー・アンダフルをどうするか、ということでした。激しい議論の末に、マーワラー・アンダフルの地は3つの家で分割して統治されることとなりました。この改名は、後にタラスの改名と呼ばれるようになる歴史上重要な会議でした。本来、モンゴル帝国内の領地の配分は、大ターンであるクビライが主催するクリルタイで決められるべきものであるにもかかわらず、西方の3つの勢力が自分たちで勝手に決めるという既成事実がこの改名で作られ、これによりクビライと西方の王家との対立が明確となりました。タラスの改名では、出席者を出さなかったフレグウルスへの軍事侵攻も決められました。翌1270年、チャガタイ家のバラクが総司令官となって、中央アジアの諸勢力を集めた大軍勢がフレグウルスに攻め込みました。ところがバラクは、兵の数では大きく劣るフレグの長男のアバカの率いる軍に大敗してしまいます。翌1271年、バラクが急死しました。これは、バラクが前年の大敗で一気に勢力を弱めたのを見た、カイドウによる、チャガタイ家の勢力の吸収を目論んだ暗殺だったと言われています。バラクをめぐっては、いくつかのドラマがありました。チャガタイの孫で、チャガタイ家の第2代当主、カラフレグが逝去した後、チャガタイ家の政治は、妻、オルクナガになっていたのですが、クビライと対抗する、アリクブ家が送り込んできた、チャガタイ家の亡流のアルグに政権を奪われてしまいます。ところがあろうことか、オルクナは、そのアルグと再婚しました。その目的は、自分とカラフレグとの間に生まれた子、ムバラクシャーを、次の当主とするためでした。アルグが逝去した後、オルクナの目論み通り、ムバラクシャーが当主につきます。しかしこうして、オルクナが息子のために苦労して手に入れた当主の椅子は、チャガタイ家の亡流のバラクに奪い取られてしまうのです。バラクは、もともとクビライによってチャガタイ家に送り込まれて、当主の地位につきました。それなのに、すぐにクビライを裏切り、自立したのです。そして翌年、フレグ、ウルスに攻め込んで大敗し、その後、同盟者だと思っていたカイドウに暗殺されてしまうのでした。ワラクが亡くなった後、チャガタイ家は混乱した状態となりました。ワラクの息子と、先代のムバラクシャー、先々代のアルグの息子の3つの勢力に分かれて対立しました。その後、ワラクの子のドーアがカイドウの後ろ盾でチャガタイ家の当主につきます。権力闘争で敗れた先々代のアルグの子、チュベイはクビライの元に亡命し、クビライから領地をもらいました。ちなみに、このチュベイの領地の東側には、第2代皇帝、オゴデイの時代に、オゴデイの次男、コデンが配領した領地がありました。コデンの子孫は、クビライに忠誠を尽くしていました。妻、
まり1270年代の状況をまとめると、帝国の東部には、クビライの支配力が十分に及んでいましたが、北西部は、ジョチ家、南西部は、フレグ家が支配していました。オゴデイ家のカイドウの後ろ盾で、ジャガタイ家の当主となった、ドーアは、カイドウの配下と言っていいので、帝国の中央部は、カイドウが、実質的に支配していました。この帝国、中、西部を三者が分割して支配する状況が、その後も長く続くことになります。このように中央アジアの情勢が混沌としていた頃、クビライは新しい国づくりに忙殺されていました。それは軍事や行政、経済、インフラ整備など多岐にわたりました。例えば新たな国号を定めたことです。クビライは自分の帝国に大いなる源を意味する大元と名付けました。それから首都の整備です。第2代皇帝オゴデイによって建設されたカラコルムの首都機能を自分の根拠地の城都に移しました。これを夏の都とし、さらに金朝の首都だった中都を冬の都として、遊牧民の皇帝らしく、季節によってこれら2つの都を巡行することとしました。とはいえ、中都は世界帝国の都としては手狭だったので、1267年に中都の郊外に新たに大都の建設を始めました。完成に四半世紀を費やす壮大な都で、現代の北京市の元となる大都市です。また、クビライは華北地域の統治の仕組みの改革に乗り出します。華北地域は複数の漢人の軍閥が割拠し、軍閥による大規模な反乱もあって、かなり不安定な状態でした。クビライは各軍閥にそれぞれが支配している地域を返還させ、武官もしくは文官として別の地域へ転出することを求めました。転出先には十分に高位な役職が用意されたので、この改革は大きな混乱なく実行されました。つまり明治維新の藩籍奉還と廃藩置県が行われたようなもので、これにより華北地域に不完全ながらも中央集権的な統治の仕組みが導入されました。そして当時の世界で最も裕福な国、南宋の攻略です。モンゴル軍は南宋の長江中流域の中心都市で、北からの敵に対する防衛の最重要基地でもある上陽と安城の双子都市に攻めかかりました。モンゴル軍は最初から持久戦の姿勢で、ほとんど攻撃は仕掛けず、上陽と繁城を取り囲む土の壁を作り始めました。川底にも杭が打たれ、川面には鉄の鎖が張られました。この包囲線の全長は 100km を超えたといいます。上陽と繁城は完全に外の世界から遮断されました。睨み合いの状態のままで2年以上の時が流れます。1271年、南宋政府は上陽、繁城を救援する10万人規模の水軍を送りました。これを待ち構えていたモンゴル軍は南宋軍を三段に打ち負かしました。その後、さらに2年が過ぎ、モンゴル軍は膠着状態を打破するために、遥か西方のフレグ・ウルスで開発された巨大投石機を導入します。1273年1月、投石機による攻撃で繁城が陥落し、続けて繁城に据えられた投石機による川越しの攻撃で、翌2月に上陽も落城しました。ここまで5年以上の年月が費やされたのですが、その後は順調に進んでいきます。1274年、モンゴル軍は中央部、東部の河東地域、西部の四川盆地の3方向に分かれて南宋の領土に侵攻していきました。そして、陥落させた各城市で投降した将兵を丁重に扱い、無駄な殺戮をせず、略奪も行いませんでした。モンゴル軍は破壊も殺戮もしないという噂が南宋全土に広がります。すると、南宋の各都市が次々と自発的に開城し、モンゴルに下っていったのです。モンゴル軍は大きな抵抗を受けることなく、南宋の首都、臨安に迫ります。そして1276年の1月、臨安は無血開城しました。こうして、北宋の建国から数えれば、300年以上続いた王朝が滅亡しました。また、華北の地を金朝が征服してから、およそ150年ぶりに中華は統一されたのでした。クビライは帝国を中国の外へも拡張させます。まず、朝鮮半島です。
第二代皇帝、オゴデーの時代の1231年に、モンゴル軍の侵攻を受けた高麗政府は、首都を、現在の北朝鮮のケソンから、ソウル市の北西に浮かぶ高架島に移して、徹底抗戦の姿勢を取りました。その後も、モンゴル軍は、朝鮮半島への侵攻を繰り返し、高麗は徹底抗戦の姿勢を貫きました。高麗の抵抗は30年にも及び、朝鮮半島は荒廃しました。そして、フビライが即位する年である1260年、高麗国王の高宗が逝去し、玄宗が即位すると、玄宗は、新フビライ路線を打ち出し、モンゴルに従属することに合意しました。その後、モンゴルへの対抗を主張する人々が反乱を起こし、チン島やチェジュ島で抵抗しますが、1273年までに、モンゴル軍により鎮圧されました。以降、高麗は、モンゴルの最も忠実な附庸国となりました。その後クビライは、高麗を足がかりとして、日本の攻略に取り掛かるのですが、その、いわゆる、原稿については、この連載の次回の動画で詳しくお話ししたいと思います。クビライは、カラフトにも進出しています。このカラフトへの攻撃は、征服を目的とした南宋への侵攻や、次にお話しする、朝貢を拒絶されたため、従属させるために行われた東南アジアへの侵攻とは、異なり、アムール川流域に住む部族より、カラフトのアイヌの侵攻を受けて困っているとの訴えを、受けて行われたものです。訴えを受けた、クビライは、即位後すぐの1264年に、軍をカラフトに攻め込ませました。さらに1284年から86年にかけても、カラフトを攻め、ほぼすべてのアイヌをカラフトから北海道へ撤退させます。そして、北海道からの侵攻に対するため、カラフトの南端に防衛の拠点を設置しました。南方については、1271年に現在のミャンマーにあったパガン町へ使者を送ったものの、黙殺され、1273年に送った使者は命を奪われてしまいました。そこで、フビライは、1277年、雲南に駐留する軍団を南下させ、パガン町の討伐に向かわせました。1287年、パガン町は滅亡し、フビライはミャンマーに、傀儡政権を樹立して、これを属国化しました。南宋を滅亡させたモンゴルは、南宋の保有していた艦船や、造船技術、操船技術などを、丸ごと手に入れました。クビライは、これを活かし、帝国を海に向かって広げていくことを目論みます。そのターゲットとなったのは、日本であり、東南アジアの島々でした。日本を含め、各国に使者が派遣され、スマトラ島、マレー半島、インドなどに散在する10カ国がモンゴルに入港するようになったようです。ただ、それらはいずれも、小国で、総じて言えば、クビライの海上進出は、あまりうまくいきませんでした。日本への侵攻も、その失敗の例です。クビライは、東南アジアへの遠征の中継基地となる、チャンパ王国に対し、モンゴルに侵入し、国王が来朝することを求めますが、それに従わなかったため、1282年に、チャンパに、海と、陸から軍を向けました。ところが、モンゴルの附庸国であるはずの大越国が、陸路を進んだ、モンゴル軍の通過を拒んだことなどから、チャンパ攻略も失敗に終わります。1293年には、現在のインドネシアの一帯で、大きな勢力を誇っていた、シンガサリ王国が、入港を拒否したことから、クビライは、ジャワ島に遠征軍を送りました。しかし、この遠征も失敗し、モンゴル軍は、ジャワ島から撤退しました。このように、モンゴルの海への軍事侵攻は、おおむねすべて失敗に終わったのですが、他方で、経済的交流という副産物をもたらしました。南シナ海、ジャワ海、インド洋を結ぶ南回りの洋上ルートがモンゴル経済圏に入ったのです。ユーラシア大陸を東西に結ぶ陸上ルートと合わせると、クビライは中国、東南アジア、インド、中央アジア、中近東、ヨーロッパが一体となった地球規模の大交易圏を生み出したのでした。クビライは帝国の南方及び東方への拡張を図る一方で、西方の日々独立色を強める小王権の対処も考えなければなりませんでした。1275年、クビライは四男のノムガンに大軍を与えて中央アジアに向かわせました。ノムガンはチャガタイ家の首都アルマリクに進駐し、中央アジアを占有するチャガタイ家とオゴデー家を威圧しました。これにより、一旦は、クビライの支配力が、中央アジアに及ぶようになるかに見えました。
ところが、翌1276年、この軍に従軍していた第4代皇帝、モン家の子、シリギや、フビライと皇帝の座を争ったアリクブ家の子などが反乱を起こし、ノムガンを捕らえてしまいます。フビライは、南宋との戦いでの英雄、バヤンに反乱軍の討伐に向かわせました。シリギの反乱軍は、モンゴル高原の中央部にまで進出してきます。しかし、バヤンに相次いで撃破されました。この反乱は3年ほどで収束しましたが、フビライによる処罰を恐れた者たちが、カイドウの元に身を寄せたことから、中央アジアにおけるカイドウの勢力が一層大きくなり、他方で、フビライは中央アジアへの支配力を再び失う結果となりました。それからおよそ10年が過ぎた1287年、さらに大きな危機がフビライを襲います。フビライがアリクブ家と皇帝の椅子をめぐって争っていた時から、フビライを支えてきたチンギスの弟たちを外する王家、いわゆる東方三王家が、チンギスの末弟のオッチギン家の当主、ナヤンを中心にして反旗を翻したのです。長年、フビライと良好の関係だった東方三王家が背いたのは、日本への元寇の際に、船を作るための木材の伐採や、運搬、造船などで、東方三王家に大きな負担がかかったことも、一つの理由のようです。この反乱に、カイドウが呼応し、さらに、モンゴル高原に所領を持つ、チンギスの諸子のホルゲンの家も合流しました。フビライは、東方、西方、北方の敵に囲まれる形となったのです。その上、フビライに代わって、司令官となり、各軍団を指揮するはずのフビライの3人の子供は、この時までに皆、亡くなっていました。フビライは、絶対、絶命の危機に陥りました。フビライは73歳の老骨に鞭を打って自ら出撃しました。そして戦場を駆け巡って矢面に立ち采配を振るいナヤンの本軍を撃破しました。本軍が敗れると東方三王家のほとんどはすぐにフビライに降伏しカイドウも退却しました。チンギスの三男カチウン家のカダーンのみは朝鮮半島に逃げ込み反抗を続けましたがそれも1292年に平定されました。その2年後の1294年、フビライは崩御しました。当時としては、異例の長命の80歳でした。病号は、清宗とされました。同年、4月、クリル隊が開催され、フビライの孫のテムルが、カーンに選出されました。